はい、皆さんこんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、今銃器業界で注目されているハイドラマウントとはということで、今回はね、斬新なデザインで、今ね注目されているそのハイドラマウントについてね、見ていきたいなというふうに思います。で、まずハイドラマウントが、ざっくりどんなマウントかというと、写真のようにですね、その一つのマウントでそのドットサイトと、レーザーサイトのね、その二つを一気に載せられるマウントですね。で、ちなみに、作った会社は、GBRS っていうそのネイビーシールズ系の人とか、そういうね、米軍の退役軍人の人たちがやってる会社で、今紹介してるね、こういうハイドラマウントみたいな、そういう装備品、ギア関係もね、多少は売ってるんですが、タクトレ系のね、タクティカルトレーニング系の、会社かなっていう、そんな感じです。で、それはそれとして、で、このハイドラマウントにね、そのどんなメリットがあるかっていうと、まず1にですね、その普通のマウントよりも高くセットしてあるので、その暗視装置とかね、ガスマスクとか、あとヘッドセットとかと、干渉しにくいですね。要はそのヘルメットくらいならまだしも、その暗視装置とかも入ってくると、その顔周りがね、こうでかくなりすぎて、サイトが覗けないみたいな、そういうことがね、覗けないというか覗きにくいみたいなことが起きますが、でもこいつはそのサイトの高さが、その普通の AR のサイトの高さであるその 2.6 インチよりも、少し高いその 2.91 インチになってるので、サイトをね、こう覗き込みやすいし、あとそのレーザーサイト自体も、マウントからね、こう上に伸ばして乗せてるので、そのレーザーサイトのせいでフロントヘビーにならない。要は、バランスっていうかね、重さのバランスっていうのが均衡化するし、要はフロントヘビーだと、こうなんていうんですかね、取り回しが悪くなるので、その重心の位置をね、調整できるし、あとそのレーザーサイトの、そのレーザーとか、IR のライトとかがね、赤外線のライトですね、そういうのが、その銃を構えて撃ってとか、あとは銃本体と干渉することもなくなるし、高くちょっと乗せてるからね、そういうこともなくなるし、あとはそのデバイスをね、その乗せるために、その銃の構え方とかを変える必要もないし、あとそもそもその小さいこのマウントベースから伸ばして、レーザーを乗せるので、その SMG とかね、MP7 みたいなサンマシンガンとか、あとは PDW サイズのアサルトライフルとかにも、レーザーサイトをね、こう乗せやすくなったし、あとこのレシーバーからね、この直接マウントしてるので、今までみたいに、そのハンドガードのレールにマウントして、シグナ MCX のフルエスみたいに、そのハンドガードがね、ガタついたりとか、あと歪んで、こう、レーザーの照射位置とかが狂うこともないというね、そんな感じです。で、こう聞くとね、なんかすげえ装備品みたいな感じで聞こえると思いますし、実際すげえとは思うんですが、いろいろできないこともあって、まずそもそも、そのエムポイントの、このマウント自体が、そのエムポイントの、その T1 とか T2 みたいな、そのドットサイト用のマウントなので、当然ね、倍率のかかるそういう英国みたいなね、エルカンとか、ああいう系のね、スコープっていうの乗らないし、当たり前だけどね、乗らないし、あとそのレーザーサイトをね、これ必ず使うんだったらいいと思うんですけど、そもそもレーザーサイトを使ってないんですけどみたいになると、それはそれでね、こう何の空間これみたいな、何の突起があるのみたいな感じで意味がわからないし、あとその普通に考えてね、こう今までのその普通のマウントよりも、表面積っていうか、こう出っ張ってる部分が増えるので、いろんな場所に引っかかったりとかね、ぶつかったりするんじゃないかなっていう、そういう懸念というか、突っ込みどころみたいなのはありますが、そうは言ってもね、そういうそのサブマシンガンとかね、BDW みたいな、その小型の銃で接近戦をするぜみたいな、そういうね、すごく特殊な部隊の人には、受けるんじゃないかなというか、公式サイトの販売ページで見てもね、もう売り切れになってるので、ソールドアウトしてるので、結構今熱いね、マウントなのかなというふうに思ってますという、そんな感じです。今後ね、どの程度普及するかわかりませんが、こんなマウントがあるよっていう、そんな紹介でした。はい、ということで、この動画ね、ふーんっていうふうに思っていただけたら、ぜひね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。